チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日は話題作「どうする野党」の著者の先生方にお話をお聞きしたいと思います。ま,、えー、まずご紹介したいのはあの初登場ですね、重徳和彦衆議院議員です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。はい。そしてもうね、あのチャンネルクララジレギュラーみたいな感じで、まあ、今度10月8日もあの倉山塾で講演していただきます、落合隆之衆議院議員です。はい。どうもこんにちは。 よろしくお願いいたします。いや、こちら、どうするやと大きな政治と新しい改革で長田町の常識をカッっていうことで、まあ、あの、行動する国会議員派閥直感の会の会長の指示徳さんにお話を中心に伺いながら、<っ>まあ、お茶屋さんにもあのお話を伺うということでお聞きしたんですけど、これは、まずお茶屋さん聞かなきゃいけない。なんで OB がお茶屋さんこれはですね、 15種類、15人の協調で、15人分作ったんです。はい、で、伺ったら、あの、えっと、木の国屋の本店に買いに行ってくださったということで、あそこはあの、僕の選挙区のすぐ近くなので、はい、それで、僕の選挙区民が多いということで、あそこの本屋さんは私の帯で。はい、で、愛知県は、あの、し徳会長の、のはい。ちょっと持ってこなかったんですよ。 はい。そういう形でこ。これほどかっこよくないですけど、僕の帯が。まあ、その方が売れ、売れやすいっていうのもありますんで、<laughs> 各地元に合わせてます。いや、15種類帯作ってくれて、元当者さん、ものすごくね、りありがたいですね。はい。ちなみに、あの、はい、誰の選挙区でもない県では誰の顔になる 15人分のもあるんです。だから16種類ですね。15人の顔が映ったやつも作ってます。はい。はい、非常に斬新の,、ね、<laughs> あの企画でも、すごい面白いなと思いながらね、いろいろ出版界を知る人間としてお聞きしたいこともあるので、まずはですね、シートックさんに、はい、なぜこの本を出そうと思われたのかという出版のきっかけをお話しいただきたいんです。はい。まあ、直下都会っていうのは、もともとその源流である Go Nice っていう、 ローマ字でゴーナイスこれはまあメンバーの頭文字を取ったまあグループチームを作ったのがこれ5年前なんですよね。でそれから1年ぐらい経ってから直感の会っていうまあ派閥にしようじゃないかっていうことでまあ4年経つわけです。でまあほに地道に毎週木曜日のお昼はみんな集まってで一致結束箱弁当。だから時々夕方になると有楽町とか新橋の街頭に立ってあの街頭演説がやる。 まあ夜はね、懇親会で仲良くやると。こういういろんなことをね、あのずっと地道にやってで、時々合宿をやり。で、そういうまあ、やっぱり結束を固めていくっていうような、まあ地道な活動をやり。で、お互い本当に、まあ簡単愛照らすっていうんですよね。そういう関係になった中で、まあそろそろ発信しようじゃないかと。で、その主軸はやっぱり、もうまあ私4期生なんですけども、その4期以下の 比較的若い、えー、議員っていうのは、実は立憲民主党全体を考えても大体6割を占めるんですよね。やっぱり若手が出てこなきゃと。この、これを先頭に立って引っ張っていこうじゃないかと。まあそして立憲民主党って、まあ申し訳ないですけど、旧民主党のベテランの方々があのずっとお引っ張っていると。まあ引っ張ってくださるのはありがたいことなんですけど、その分若手が存在感が十分見えない。これを全面的にお持ちに出していこうと。こういう企画です。 はいまあ、あの出版社が「厳冬者」っていうのもまだまあ私も出版の業界長いんですが厳冬者が目をつけたっていうことは何かあるなと思ってと思うんです、まあ私はその道の人間として思うんですけれどそれは,きっかけは何かかあったたんですか源頭者から出したまあそれはメンバーの一人が「厳、ま、冬、あ、者がいいんじゃない?」って言って、まあ、みんな異論がなかったんで、はい、まあそこに決まったっていうぐらいの話なんですけどね。でもやっぱり あのまあ、石原慎太郎さんのおご著書をはじめですね、やっぱり私は一発の政治家が出すにはいい会社なのかなっていうイメージぐらいですよ。そんなあの詳しくあの知らないし、<ー>深く考えたわけです石原慎太郎先生、あれ、サッカー枠としてベストセラーで、普通政治家本って売れないところの <laughs> 実はこの番組が配信されてる時には、重版されているかもしれないぐらいの売れ行きだとお聞きしたんですよそ間違いなく順になくります うん、アマゾンもなくて、あと出版社にも在庫ないみたいなので、<laughs> はい。だからアマゾンにいなくて、うちの国屋に買いに行ったという、で、順位見たら最高14位ぐらいあ、そうですか。私そんな順位取ったことないですよ。おまああの、我々は立憲民主党の中でも珍しく、あの、ほとんど全員民主党政権を経験してないです。維新出身、みんなの党出身。 そういう人たちの集まりなんで、まあ特色があるので、まあ出版社の方ももしかしたら面白いかなというふうに思ってくれたのかもしれないですね。 いや、そこでですね、あの、昔民主党というだけで石を投げられたネットの時代の中、チャンネルクララはですね、まあ人で見ましょうと言って、まあお茶井先生を講師としていろんな方を紹介してですね。はい、<laughs> で、あの、私、時々、あの、立憲民主党良識派っていう言葉を発信してたと思うんですけど、立憲民主党良識派のリーダーがシ徳さん。 ととといいいううここでご紹介したなとういま,まあそのシエトクさんが率いる直感の会が本を出したということでまずあの直感の会って何なのかということをあの視聴者の方にお話をいただければと。今ちょっと申し上げましたけども5年前にその源流が始まりこれ何かというとあのもっと遡って民主党政権が終わったのが2012年12月の総選挙でした。私自身がその選選挙で初当選 だから今11年目なんですけども。で、まあ当時は第三極ブームだったんですね。今、お茶屋さんが言われたように、維新、みんなの党が、まあまあこう伸びてですね。で、若い人たち、新人がたくさん出た。で、それから、しかし、2014年の私にとっての2度目の選挙、だから2017年の3回目の選挙を経るとですね、その当時第三極だった議員が、あの、 あの大阪の,あの維新の人たちは別ですけどそれを除くと5人しか私と一緒に初当選した人この五人いや寂しいっちゃ寂しいんだけどこの5人の同期を大事にしなきゃいけないなっていう気持ちがその時に2017年の時点で芽生えそして当時一期下だった落合さんたちまあ同じような道を歩んできた仲間が、まあ、探せば10人ちょっとぐらいいるねということで出来上がったのが。 ゴーーナスいうチームで,でチームができてから山梨県の一区の中島勝人さんなんかは医者で医者でありながら医療改革を訴えてるんであの医師会から推薦もらえないっていうか変わったお医者さん出身の議員なんですけどね <laughs> 彼が訴えているその医療制度改革、まあ、要するに治療から予防医療に変えていこうっていうのはかかりつけの医療にしていこうっていうことなんですけどこれをまあ現場見に行くために長野県の。 作総合病院の仕組みを見に行ったり、まあ、そして合宿ですね長野県山梨県で合宿をしたり会津若松で合宿をしたり、まあ、こういうことであのこれから我々が動くことは何ができるだろうかっていうことを考え始めて、まあ、要するに今から数えると4年前、えー、もう派閥にしちゃおうということで出来上がった。まあこんな 感じですね、今18人います、はい、医療改革のやもう自ら派閥を名乗るっていうところがまたその普通民主党系の方々ってグループって名乗ってますけどあえて派閥を名乗っている理由というのはまた教えていただきたいんですまあ,あの自民党は別に見習うわけじゃないんですけどただやっぱり本格的に政権を担いそのもうトップ取るぞっていうぐらいのそういう激しい権力闘争っていうのを あのもっとやっていかないとやっぱ本気で、まあ、自民党がなぜ強いかというととにかく権力に対する何て言うんですか執着心じゃないですかまああんまりねあのあのかっこいい言い方じゃないかもしれないけどでもこれなくしてやっぱ政治家はあの存在意義はないんじゃないかな正直思うんですね。 昔私も公務員だった時に政治の本質は権力闘争だって聞いたことがあって、まあ違和感があったぐらいなんですけど、え、だって国民のためにやってる、純粋にやるべきじゃないのぐらいに思ってたけど、やっぱり、あの政治その,のそのものが人間社会の縮図でありまして、その中で政治を担っていくっていうのは、やっぱり権力への執着心っていうのはないとですね、やっていけない。まあそれを象徴するような言葉として派閥。それから結束を象徴する言葉として派閥。こんな意味合い。 仲良しグループじゃなくて本気で政権担当する意思と能力を持つっていうこと、はい、いいですだからこの本には我々は直感の会内閣を誕生させるっていうことを明記してるんですよねなかなかねあのこんなこと言,言,わ言えないっていうよりは言わないんでしょうけどね皆さんはいもう言っちゃってます はい。えー、あの、皆さん大変な選挙で、まあ、落合先生のことはよく存じておりますけれども、なんか民主党で何もいい思いもしてないし、悪いこともしてないのに、民主党というだけでなんか苦しい選挙、そうですね、落合先生も。そもそも我々民主党という党に所属をしたこともないですから、<laughs> それなのに民主党って言われるわけですよ。まあ,あ、だけど、なんていうのかな。あの、さっき言ったように、まあ今は立憲民主党に現に所属しております。うん、で、 あのものすごい逆風なんです、ね、まあ実は第三局の時からずっと逆風の選挙ばっかりなんですけどもあのこの間の2021年の選挙も、まあ、大変な逆風の中まあなんとかですね私は4期、まあ、3期もっと若い、ね、2期一期の方々もあの,あの強烈な逆風の中を、まあ、選挙区で勝つ人ありあるいは比例不勝つたて9割以上の 赤配率を取った人もいる。まあこういう若手って、普通はこう基盤が弱くて逆風吹いちゃうと吹き飛ばされちゃう人も多い中で、まあそれでも全部で衆議院は95人ぐらいいるのかな。その中の、まあ半分ぐらいはそういう若手なわけですから、まあこういうメンバーがですね、これからその党が、まあそんなにダメダメなんて言われ、少しでも言われなくなれば、逆風がなくなって無風ぐらいにもなればですよ。 みんな相当勝つんじゃないかなと思いますね。こんなことを夢見ているところです。 はい。いや、実は私、あの、旧民主党政権の時から、だからこそ、その民主党を潰せって言ってたって、それ言えば潰れるわけじゃないんで、まあ、それを言うのは構わないけれども、もう片一方で民主党内良識派を応援しなければ、みたいなことを言っていたんですけれども、じゃあ、私、単に、あの、人間関係でやるね、人間ではないということは、視聴者は皆さんご存知だと思いますが、ね、すべて私の好き嫌いだけでご紹介してるのがチャンネルクラドでございまして、<laughs> はい、ね。で、そこで、あの、大事な政策、政策の 中の政策ででこれ本当はね言いたたくなかったんですよまあお世話になってるんであの何があの一番重徳さんやお茶屋さんにお世話になってるかというと皇室の話でございますいや本当ねあの本当にその立憲民主党がな変なイメージで変皇室に関しても変なことをやるんじゃないかと思われてると思うんですがしかし良識派がいるから変なことをやっていないとはまた確かなので、まあ、そこであの最もお便りさせていただいてるのが重徳さん。 ということですのでまああの立憲民主党内尊能家代表として視聴者にあの <laughs> お話をいただければと思いますまあそうですねまあいろいろ議論はたくさんあって、まあ、党内のいろんな議論もそれはあの一生に伏すようなそんなのダメダメっていうような議論ばかりではもちろんありませんで、まあ、その皇室を大事にするという気持ちに基づいて、まあ、いろんな案といいましょうかね意見が出る。こ、まあ、こういういとではその ものすごく極端に皇室制度反対とかそんな人はいないんですけれどもただやっぱり私たち思わなきゃいけない大事にしなきゃいけないのは皇室っていうこの国家のまあ骨格っていうか国家そのものですよねこのアイデンティティぱを守り続けてきたのが日本であってそれはもうあのこれ数え方によるのかもしれないけど2600年を超えるというふうに言われていますね。 でそういうこう2600年の歴史の最後のほんの数年で今のトレンドでこう仕組みを根本から変えようみたいなのは私はちょっとあまりにこの日本という国家そのものに対する不尊な態度な,なのではないかというふうに思うんでまあ黒山さんのいつも言われるあの考え方に大変共鳴しているというところなんですね。 い、まあ、いい悪そいらくですねその中国のような革命政権がどん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 あの次々と王朝をね変わっていくこういう国、えー、とかあるいはアメリカみたいに移民が数百年前に作っただけの国に比べるとずっと普遍なもの変わらないものっていうのが日本にあるのでだから日本という国が安定するという一方で例えばなんかあの俗に言うかみ意識みたいなね こなんか権威に弱いみたいな <laughs> そういうあのまあい,いい面もあるかもしれないけどなんかねみんなそういう意識を持っち,ちゃってるとかまあそういうのはあの国民性というふうに言えばあのそれまでなのかもしれませんけれどもそういうものから脱却するのは日本人はなかなか難しいんだろうなこれももしかしたらそういう皇室の伝統というか皇室が国家そのものであるというようなことに由来することなのかなとかまあいろいなことは思うんですけどねまあ何しても あの大河ドラマの世界も含めてあの戦国時代含めてあの皇室という圧倒的な権威あるいは時に権力といったもののもとで歴史がずっと続いてきたのは、まあ、事実でありますので、まあ、これを無視して皇室あるいは天皇制度を語るっていうのは我々は不損な態度だなというふうに思います、ね、こういろいろ世界の国の仕組みもよく調べてみると。 大統領制をとってるところも、大統領が国民とか国の象徴としてだけの存在の国も結構ありますよね。フランスとかアメリカみたいなのが、あの、結構個性が強いので、そっちばっかり見ちゃいますけど、で、どっちにしてもあの、国を治めるというのは、国民とか国の象徴的な存在っていうのは必要だということで考えると、 せっかくこういう歴史があるんですから、この歴史は大切にした方が、この世の中をうまく回していくには必要だと思うので、この今の仕組みはうまい形でずっと残っていってほしいなっていうふうに思いますよね。で、二人で話してるんですけど、憲法九条を守ろうっていう活動だけじゃなくて、一条から九条を守ろうって言ってもらおうよって五軒派の人たちに。 っていうことを言ってるんですけどね。はい。いや、まあ、あまさにそこで、あの、茂徳先生あ、ちょ、先生って言わないんだった。<laughs> 茂さんや、お茶屋さんとおあのご相談しながら、やっぱりあの皇室を守るために、あの、日本国憲法の枠内でも、 これまでやってきたんだからその、今までの日本国憲法からの枠すら飛び出すような皇室を根本から変えるようなことをさせないようにする努力は大事だし、まあ、あの、実は皇室問題に関して最も幅があるのが立憲民主党ですので、まあ、その立憲民主党こそが実は本当に大事だと思って、指定徳さん、お茶屋さん、特に直感な会員の方々、まあ、思想はいろいろあっても最終的にはまとめてくださってますので、本当に頼りさせていただきます。あと、私が半年かって書いたレポ 徳さんに重大な誤植を一文字発見していただくぐらい <laughs> しっかり読んでいただいてというまあ本当にあのたまたまね <laughs> えー、まああの制作能力もあるあの会だということで理念もしっかりしてあの何を守んなきゃいけないかをあの持っていつつ実際の制作もできる人としてご紹介したいと思うんですがでまあさらにあの 大きな政策としてとくさんのこのお話はしたいというテーマが2つこれからあのお話をお聞きしたいんですけれども一つが靖国参拝についてこれをぜひ持ち込みテーマということでよろしくお願いしますああああ、まあ、靖国神社のですねこみんなで参拝しようってうそういう議員連盟が超党派であるんですよねですよで立憲民主党は多分私含めて34人しかあの参加してないと思うんですけど あのまああの春と秋の例大祭では、まあ、できるだけあの参拝するようにしています。まあこの点はそのみんなで行く必要あるのかということで個人で参拝するっていうメンバーはもちろん立憲民主党の中にもお茶さんもの、はい、いるわけなんですけどあの、まあ、このその靖国参拝に対してまあいろんなその異論とか意見が。 あるまあ、これはもう現に存在しているんだと思いますが、まあ、私はまあそういう,こう理屈といいましょうかねその思想というか、まあ、そういうことも一応理解はしますそれからまあ永久戦犯と言われる方々も合致されているということもあの理解はしてますけれどもただ私がその参拝をするのはもっとんと言うか、まあ、自分で言うのもあんですけど地に足のついたその。 純粋な気持ちなんですね。で、これはエピソードがあるんです。あの、私の地元の遺族会の会長さん、前の会長さんですね。今お亡くなりになってはった方なんですが、その方が、あ戦後70年を迎えた時に当時80歳だった。すなわち、まあ、戦争が終わる頃にまだ10歳だったんですね。で、その頃を振り返るお話を聞いたんです。で、10歳だった、あの、久しさんなんですけど、久しさんが、 お父さんが戦地に出て向かうのを見送る場面があったわけですねその時にお父さんは10歳の久さんに「いや久お前にはまだお前は10歳だけどお前にはもう教えてやれることは全部教えたつもりだ」と「だけどこれからいろいろと人生に悩んだりうん分かんないことがあったりいろいろあるだろうと」とそういう時はいつでも靖国神社に来いと。 お父さんはいつでもそこで待ってるからと言って、まあ最後旅立っていったっていうことなんですね。あの、出征されたということなんですけど、まあそういう思いが集積されているのが靖国神社である以上ですね、そういう国民を代表する立場の国会議員が、その靖国神社に自然な気持ちでですね、参拝をし、えー、まあ英霊と言われる皆様方に思いを伝え、まあ時にその思いを受け止めるっていうのは、 ごくごく自然のことだろうと、まあ、こういうとこいい気持ちで私は参拝していますだからこれを右派とかね右の政治家と保守政治家だとまあ呼ぶんだったら呼んでくれてもいいですけどただあの何うですかねそういう思想をめいたところで右左っていうよりは極めて人と人の感情心情というものに基づいて参拝をしているというまあこういう思いということをちょっとお伝えしたかったです。まあ 常識というか、人としての当然な感情ですよね。落合、はい、先生は、落合、ね、さんも。<の>はい。ね、先祖があそこに祀られてますので、うん、そういう意味で、あの、言ってますね。で、まあ、政治の世界に入って、ふと思ったのが、これ、あの、政治家の一部が安国をある意味政治利用してんじゃないかっていうようなことも感じることがあるので、従って私はもう、みんなで参拝しますみたいな、 テレビカメラの前で映りやすいところで参拝しますみたいなことはやらずにそーっと言ってますね。 はい、本当相当、まあ、落合さんとよく話すのが重、まあ、徳さんにしても落合さんにしても、まあ、リベラルと共存しなければならない保守という立ち位置ではあるんですけれどただ、まあ、落合さんの、まあ、今重徳さんのお話にも聞きましたしもちろん秋山実之で動かぬ将校としてもう心が。坂の上の雲から撮ってますので。<laughs> はいうん とそういう地に足のついた、まあ、そのイデオロギーの質の星じゃないあの保守ですね、うん、ということを、まあ、あの考えておられる方だからこそあの左のいいところも取り入れられる、まあ、いわゆるリベラルのいいところも取り入れられるという流れで、うんまあ、これ新徳さん持ち込み提言の2つ目として LGBT についてお話、うん、なぜこれを取り組んでおられるのかというお話を。 そうですね。まあ今の靖国の話も、まあ今のような文脈で話をして、理解しないリベラルの方って多分いないんじゃないかなっていうふうに思う。それと同じようにですね、LGBT の方のことも、まあ私別にもともとその超 LGBT のことを理解してきて、LGBT の人権のためにとか、そういう感じではもともとなかったんですよね、政治家になるまで。で、政治家になってから、 あの実はずっと10年間取り組んできているのが自殺対策の議員連盟の私あの役員をずっとやってるんですけれどもまトリバケコロナであの若い子たちが小中高生があのもう史上最最多の自殺者数が去年出ちゃったんですね514人というですねそこでえ若者の自殺対策をしっかり取り組まなきゃいけないっていうテーマに至りそれに まあ、そういうテーマに基づいていろんなこう団体からあのヒアリングをしたんですその中の一つがの方々を、まあ、サポートする団体だったでその方々から聞いたのが LGBT の方々はそれ以外の方々と比べて自殺念慮っていうんですよね自殺したいという思,う思う気持ちが6倍高いとこういう統計調査があるっていうんですよ。で まあ日本もまあまあ満たされてですね、豊かな国になった。けれども、別に経済的なこととかそういうことじゃないことで、そもそもその自分の存在そのものに思い悩む。そして、まあ死にたいと。生きづらいと。こういう方々がこの世の中に、日本という国にいるっていうことを放置するのはもう政治の責任放棄じゃないかと。こういうところに思い至ったわけなんですね。まあそこから私も、こう、 それまでね正直そんなにこう理解深い方ではなかったんですけどこの問題は絶対解決しなきゃいけないという思いから LGBT のまあずっと通常国会でも今年の通常国会でもあの差別禁止なのか理解増進なのかまあここは若干言葉遊びですけどやっぱり法的効果もやっぱりより強い法的効果を持つ法案を推進するべきだという立場に私たちました。だこれを リベラル政治家というのかという話なんですよね。で、この話、今の私の話はおそらくゴリゴリ保守と言われる方々にも一定程度理解されるんじゃないかと、そういうふうに思うんです。だからまあ、今の保守とリベラルで言うと、その、なんていうんですかね、大体この政治家は保守だとか、リベラルだとか、医療分けをされがちなこの長田町の常識、あるいはマスコミの常識を私はカッパしてですね、 もう、右でも左でもない中道だってよく言われる時がありますが、私は、右でもあり、左でもある。で、これどっちかっていうふうに色づけること自体がおかしいじゃないかと。まあ、こういう、まあ、これ大きな政治っうんですけど、こういう大きな政治をやっていきたいというのは、この実は本の。 あのサブタイトね大きな政治で永田町の常識をかっぱって、ねうん、<laughs> はいそういう意味なんです、ね。つながってるなと思いましたのがその靖国の話でも自殺者の問題 LGBT の問題もそうですけどそしてあの自衛官を散々戦後政治の中で叩かれてきたので、まあ、ちゃんと社会的評価されるであろうという議論立憲民主党の中であの広められたというふうに。 お伺いしてるんです立憲民主党のイメージ世の中はどう捉えられてるか分かりませんけれども、まあ、自衛隊と、まあ、りわけ自衛隊員ですね、うん、自衛隊に所属する方々これはまあ防衛省とか事務方いわゆる背広組の方々も含めると自衛官というよりは自衛隊員っていう言い方になるんですが自衛隊員のうん、まあ、あ,りあり方あるいはその、まあ、処遇とか具体的にはあの環境とか、まあ、訓練環境とか。 そういうものをもっともっと向上させていこうという議員連盟をですね、立憲民主党の中で作りたいというふうに私思い立ちましたね。それで自衛隊員応援議員連盟っていうものを立ち上げよう。で、その時の会長が実は枝野さんなんですね。で枝野さん自身これ面白いんですけど、いや、私はあの、左とかリベラル先の話だけど、そういうイメージがあるかもしれない。そういう人間が会長になったらですね、あの、 また党のイメージも変わるんじゃないかっていうことを江田野さん自身がおっしゃってて、そんな会長と私が事務局長で、で、こう、一緒になってこう、の党の中の国会議員の皆さんにこう入って入ってって言ったら、もう、140人ぐらい衆参国会議員いるんですけど、その、うん、140人の中のですね、120何人かな、125人ぐらい、もう9割方。 で、社民党出身の議員も入ってるんですよ。はい、入ってます。<laughs> はい、そういう党内最大の議員連盟になったとまあ、これがある事実なんですよね。これをこの事実を見て、立憲民主党がどういうイメージにまあ、いい意味で変わっていくと、すごく私は健全になるだろうなこの日本の政治が健全になるだろうと思ってます。 そこでですね、まあ、チャンネルクララとしては、まあ、かなり厳しい言葉で、まともな野党の第一党がないのが、まあ、日本の憲政の腐敗だということを、あの、言い続けてきたチャンネルでございます。私自身も言い続けていろんなところで嫌われたり叩かれたりしているので、まあ、これは聞かねばならん話なんですけど、やっぱりあの、55年体制の中で自民党だけがあればいいじゃないか、別に与党の今の、あの、自公体制でいいじゃないかっていう、 国民が常に過半数だからそういう体制が続けてきたと思うんですけれどもじゃあなぜ野党がなければならないのかっていう根本的なお話をお聞きしたいと思います。まあそうですね、まあ、よく批判ばっかりしてる野党なんて言われて、まあ、批判は批判で当然あの必要なことなんですよね国会の論戦だから必要だと。し、ま、し、あ、しかしもう今更それを正当化してもあの 何もならないぐらい立憲民主党は批判ばっかりしている政党っていう色付けになっちゃってますよね。すごく残念なんですけど、ここはやっぱり、あの、要するにそれあの国民が何を求めているのかということを率直に私はあの受け止めてそれを表現しなければならないという中で、あの、一つ私いつも言ってる言葉が野党の仕事は与党になることだというふうに言ってるんです。野党の仕事は 権力を監視することだとかね、あの国会でいろんなことをチェックすることだ。まあ、こういうことが重要だ、重要だっていう向きもあるんですけど、あの、それは野党であるうちはそうなのであって、まあ、日本のせっかく議員内閣制なんですからね、国会議員になった人は誰でも総理大臣になる、あの、資格がある。資格がある。<laughs> 可能性がある。まあ、これが日本の,あの国会のまあ,ある意味良さなんですよ。で、それをずっと野党で、 えー、チェックしてるだけっていうのは、これはまあ、ある種国民からの不徳に、不徳に応えてないことなのではないかとすら私は思っていてですね。だったら、野党が与党になるためには何が必要かっていうことを考え抜いていかなければならないわけで、まあ、批判も大事です。もちろん今の政権じゃダメなんだから我々がやるんだと。しかし、批判をしてるだけで、じゃああなたたちに政権任せたいねとは思われないと思うんですよね。だからそこはもう、まあ、にに、人間的なことも含めてですね、 あの安定感のあるあるいは何とかな得のある政治家に私たちも成長していかなきゃいけないっていう部分もありますしもう一つその野党が与党になる論拠を言いますとやっぱりあの自民党っていろんなことを飲み込む包括的な政党だってよく言われますそれは立派な歴史もあるしあの立派な方々もたくさんお見になると私は思ってますだけどどうしてもできないことってやっぱりあるんですよね。 でその端的に一つが、さっき言った中島勝人さんが言,う言い続けている医療制度改革なんです。やっぱりあの、日本医師会という、別に悪く言うつもりはないんですけど、一時代をずっと医療制度をですね、ずっと作って発展させてきた団体と、今の自民党政権というのはもう完全にあの一体不可分の関係にあります。そうすると今では、 まあ病気になったら治しましょうという、まあ、治療を中心とした医療制度だった。で、国民皆保険制度で、まあ、まあフリーアクセスって言ってどこのお医者さんでも自分の選択でいつでも行ける。こういうのが今までの医療制度。しかし、これからはですね、もう人生80年、90年、100年ですから、あの、病気になってから治すというよりは、長い人生を病気にならないように健康をサポートしてくれるというのが お医者さんの新たな役割じゃないかというふうに切り替えなきゃいけないと思うんですね。そうすると、まあ、かかりつけのお医者さんが、まあ、ああきて健康であっても、あの、患者ではなくてもですよ、病人じゃなくても、あんた、あんたの健康状態を維持するためには、これ、ね、運動しろ、食事購入しろ、とい,いうようなことも言っていただけるような、かかりつけのお医者さんや、その周りの、こう、スタッフというものと、がちゃんとあって、という仕組みに変えていかなきゃいけない。 しかし、こういう制度改革っていうのは、当然今までの仕組みをずっとまあ維持っていうかね、支えてきた、あの、勢力からすると、敵対視すべき考え方に見えるわけでありまして、あの、まあ、医師会がみんなそんな悪い人とかそういうつもりじゃないんですけど、やっぱりその道、路線を変えるってことはなかなかできないし、自民党も、まあ、今の体質のままでは、それは容易ではありません。だから我々はやっぱり、 健康長寿の大国日本を作るためには今までの制度とは決別をしてでも新しい仕組みに医療を変えていかなきゃいけない患者が増えれば増えるほど病人が増えれば増えるほど医者が儲かるという今の仕組みじゃなくてまあいわば患者が減れば減るほどお医者さんもいい仕事をしたねと評価されるような仕組みに変えていかなきゃいけないこういう政策まあ大きな根幹的な制度改革をやるためには 政権が変わらない限りつまり今の野党が与党にならない限り絶対できないとこういう覚悟を持った野党に我々は生まれ変わらなければならないと、まあ、こななような話にります、はい、あの政権交代がなければならない新陳代謝がなければ国そのものが濁っていくっていうことはの我々ずっと言い続けていたことで必ずしも二大政党制じゃなくてもいいけれどもあの最低限 2つの選択肢がないとあの選挙に行く意味がない政治じゃないかということがあのチャンネル「クララ」でずっと訴えてきたことなんですけれどもじゃあその2つ目の選択肢野党第一党がなぜ立憲民主党でなければならないのかここはあえて厳しいことをお聞かせいただきますけれどもなぜあの野党第一党があの維新でもなく国民でもなく立憲民主党でなければならないのかなぜ、まあ、この、まあ、いろんなメディアで、まあ、泉さんのを引きずり下ろすことはやらないけれども泉さんがいない なくなった代表選挙に出て、まあ、政権を担うつもりだとおっしゃっておられますけれどもなぜそれが立憲民主党でなければならない他の党ではなくということをお聞きしたいいと思いますまあよく言われるように今バラバラですよね野党がたくさんあって乱立してるでお互いにあの「俺たちとお前たちは違うなと」と、まあ、罵り合うような場面もよくありますよね。でももも、まあ、さんも私もこの10年間この 小さな政党で、で、我々だけが正しいんだと言わんばかりの主張をそれぞれしている。そうすると、その、そう言ってる中でもまた分裂が始まったりとかですね。やっぱりその、確かに純粋、純化路線みたいなものっていうのは、あの、ある面美しく映るし、から選挙区でやってると、もう究極無所属が一番自分の言いたいことを言えて、もう自分が100%だっていうことで、あの、選挙にも有利ですよ、正直言って。だけど、 それを言ってるばかりでは、一向に、さっきから言ってるように、野党が与党になるっていう兆しすら見えない。これがこの10年間だったというふうに私は思ってます。だから、あの、じゃあ一緒になればいいじゃないかって、まあ、これは簡単にはできないことなんですけども、最終的には野党各党が一つにまとまるということが必要なんだと思ってます。でもその第一歩として、今自分が所属している政党が、 魅力的で力のある政党にならない限り、他の党と一緒にやろうとか、連携しよう、最後は合流しよう、ということには絶対になりませんね。で、曲がりなりにも今、野党第一党は立憲民主党なので、その立憲民主党が、あの、自分らは何をやるんだっていうことを抜きにですね、とりあえず連携しましょう、一緒にやりましょうって言ってることほど、まあ、弱いことはないわけなんです。ですから、あの、まあ、さっきから言ってます、 まあ、あの、特に中堅若手の6割ってのは本当に選挙も強いし、あの、信念もあるし、いい仲間が多いんですよ。で、ただ表にあんまり出てないから有名じゃない。名前が知られてない。すごくいい仲間たくさん立憲民主党の中には実はいますで。そういう方々と一緒にですね、強い政党を作って、そしてまあお互いしのぎを削るんですけどね、あの他の今の野党、バラバラの野党とは。だけど、あの、その状態は、やっぱり、 あの、俺とお前は違うっていうのは簡単なので、なぜなら国会議員ってみんな違いますから、政治家ってみんな違うから。だから違いを言い募るよりも、あ、なんかあそこもなかなか力つけてきていいじゃねえかと。立憲民主党も今までボロクソに言ってたけど、あの、最近良くなってきたよねっていうふうに認め合える関係になってこない限り、まあ連携もできなければ、まあ選挙区調整もできなければ、まして合流することもできないでしょうと。まあそんなことで、あの私は、 別に立憲民主党だけが正しいとか素晴らしいっていうことよりは、まあ自分が所属しているグループが、グループというかあの党が、あのしっかり強くなっていくことを、やっぱり、牽引していきたいな、こういう思いで今。 えーまはい、つまりいきなりあの李郷周三の話を始めるよりは今所属する党の中でルールにのっとって正論を通す努力をすることが先決だってそういうことはその後だっていう理解でよろしいですかそうですねあえて言えば右から左まで行ってさっきの話、うん、右も左も全部一緒だっていうねそういう考え方からするとあのいいんですよもう党なんて幅があってただやっぱりどこかまとめるための主軸にならなきゃいけないからそれをこうしのぎを削ってるのがね これがまあ自民党だってそうですよね。国民政党に、であることはもう自民党はみんな、あの世の中は思っていると思います。その中で、どこの、それこそ派閥が、あの、中心になるのか。まあ、これが、あの、最終的な、その、権力闘争っていうんですかね。まあ、いうところだと思いますので、早く野党側も、もう、あんたとは違うから離党するとか、あの、一緒にならないとかそういうんじゃなくて、同じなんだけど、 おその大きな幅の中でこう仲間を増やしていってどっちに向かっていくのかと。で自らも軌道修正し,していけると。まあ、こんな迫力のある政党がもう一個できたら国民にとってはたまらなく。 面白いいと思います、ねはいまあ国家の基本政策でちゃんとあの軸のある政権担当能力ある政党になる努力を知った上での話だというふうに理解しまして、はい、で何よりもその皇室の話ですね、まあ、これはもう自民党さん公明党さんも含めて与野党関係なくあのそこが一致してくれてなくて争いが始まったら目も当てられませんので、うんまあ、そこで重徳さんお茶屋さんのお力を頼りにさせていただいているということで、まあ、時間がかなりオーバーしてしまいましたのでひと言 とずつまず落合さんから最後に視聴者の方にメッセージをお願いします。はいあのーまあ、今のの自民党に代わるる勢力のうもうう一つ作とといいは大変重要だと思います。やはり重徳さんが言ったように今の、まあ、自民党はいわばある意味利権党を見たくなっているところがありますのでそういう一部の人のためじゃなくてしっかり例えば経済政策もか民のかまどに。 一つ一つのかまどに火が灯るような、そういう経済政策をやっていく、そういう政党、勢力は必要だと思いますので、あの、我々も全力でもう一つの選択肢を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。まあ、憲法論がちょろっと出ましたね。一条から八条までが天皇制、九条は平和主義。まあ、一条から九条まではとても大事な条文だと思います。だけど、十条以降は、 まあ、統治機構論も含めて、まあ、いろいろと議論をいくらでもして、いくらでも変えるべきだと思いますね。で、私の背景は実は、国土と食の、あの、食べ、食べるね。国土と食の安全保障という概念、規定を、お一つ、きちんと位置づけるべきだと。まあ、こういうような、あの、まあ、これも大きな政治、新しい改革っていうやつなんですけどね。まあ、こういうお、今までにない新しい発想をそろそろ、あの、永田町の中でも作っていかないと、 なんかこう、緊急事態に衆議院任期伸ばすかどうか、賛成か反対か国民投票しますって、あんまり盛り上がらないですよね、正直言ってね。だから自衛隊を明記する。これも立憲民主党でさえつってたのですけどね。もう9割方みんな自衛隊員頑張れって言ってんのに、なんか意見の可能性があるから、とりあえず書いてみようってのは、ちょっと小さな改正じゃないかなと思いますんで、やっぱり骨太で大きな、ああ、改憲論みたいなものもこれからですね。 まあ今日はちょっと時間ないんですけどあのいろんな場面で語ることができればなというふうに思っております。ありがとうございました、はい とということで,です、ね、まあ,あの叩く,叩くなとは言いませんけれどもそのものすごい幅が広い政党でして、まあ、特に私がも,もう格別に重視している皇室の問題ではあの与党と野党が安保法制の時みたいに喧嘩するなんてなったら目も当てられませんので、まあ、あのこうこう今日ご紹介しました質徳さん落合さんみたいな方のお力をあの頼りにさせていただいているということで立憲民主党良識派として国のためによろしくお願いいたします。ありがとうございました 日本には近代政党が必要だ近代政党というからには、ちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてるんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですか。 実はチャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。